はい、皆さんこんばんは。アンサー MC の宮永愛斗です。この番組では様々な業界のプロをお呼びして徹底討論していく番組となっております。皆さん今ね、営業自粛だったりとかお家にいる時間すごい長いと思いますので、そのおうち時間の少しでもねお役に立てたら幸いです。今回も生中継で、お届けしております。今回はですね、第5回目ということで、もう5回目になっちゃいましたね。5回目のアンサーは、加速し続ける新世代ということでですね、本当にスマートフォンネイティブと言われるんですね、若い子たちがどんどん美容業界に入ってきております。そういった方々は本当にね、頭の回転も早いですし、コンテンツ打つのも早いですし、本当に僕らとしてもかなり勉強していかなきゃいけないなというふうに思っております。今回はですね、スタイリストデビューからが本番なんて今まで言われておりましたけども、アシスタント時代からもうブランディングをしっかりしてですね、お客様をつけてきているすごい3人をお呼びしてですね、徹底討論していきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。みなぎってますね、皆さん若いパワーが本当に今までのヘアキャンプのアンサーの中で本当に一番若い、お三方なので、もう徹底的にもう喧嘩でもしていただくくらい討論していただければと思うんですけども、本当に事前にね、3人のインスタグラムだったりとか発信見させていただいたんですけど、本当に皆さん全部違うんですよ。勝ちパターンというか、ジャンルが全然違うので、ちょっとその自己紹介がてらいろいろお話伺おうと思うんですけども、まず一番手前、はい、サンドおもちサンドの阿比留翔太さん、はい、今23歳で最年少トップスタイリストになっちゃったっていう。させていただいてます。早すぎでしょうっていう。阿比留さんは、はい、ショート特化でいらっしゃるっていうことですよね。はい、そうです。つまみショートつまみショートって何ですか？つまみショートは、実はつまみショートってインスタグラムとかそういうヘアカタログでなんかつまんでる写真を全部僕のものになればいいかなっていう感じで、つまんでる写真を、たくさん上げて、この写真を見たら、アビルさんっていう感じにちょっとしたいなって思って、つまみショートっていうのはなったんですけど、サンド自体で、ショートといえばっていうふうにちょっとしていきたいなっていう思いがあって、つまみショートっていうふうに、インスタグラムから僕はちょっと打ち出してもらっています。すげえ、すごいっす。だって23歳で今フォロワーはどんぐらいですか？フォロワーが、今は、3.4 万人。意味わかんないですよ。意味わかんないですよ。すげえな、はい。いわゆるおそらく Z 世代と言われる、はい、本当スマホネイティブですよね。スマホがもう身近な世代だと思うんですけど、なんかもう 美容師になるっていう時に、はい、もうおそらく発信するっていうのはもう一緒になってたっていうか、はい、美容師になるイコール発信する人になるみたいな感覚はやっぱあったんですか？そうですね、やっぱりなんかお店の中だけで情報を途絶えさせるってよりかはちゃんと外に発信して、新しい人にも、たくさん見てもらえるようにっていうので、僕がちょうど入社したタイミングで、お店全体でインスタグラムっていうのを始めようっていうふうになったんで、そのタイミングから発信っていうことも頭に置いてやっています。そうっすよね。ちなみにお隣小林さんは、はい、今、22歳、22歳の現役アシスタントなのに、はい、今西村亮さん、ヘアキャンプさんでもおそらくコンテンツを出してらっしゃる西村亮さんの専属で、アシスタントをしながら、ご自身もフリーランスアシスタントなので、はい、休みの日だったりとか空いてる時間とかに、はい、お客さんもやられて、今1ヶ月待ちっていう、アシスタントなのに1ヶ月待ちっていう、意味が分かんないんですけど、どういうことですか、それって。どういうふうに集客してるんですか？でも自分もやっぱりインスタグラムでやらせていただいて、でも自分はもうとりあえず写真を撮りまくって、そこからもう選んで、もうこれが一番いいっていうのをもう載せてって感じで。ですよね、はい、なんか僕からすると、はい、僕アシスタントの時発信禁止だったんですよ。なぜかというと下手だから。でも そういう時代が絶対あったと思うんですよ、はい、まだ撮るの下手くそとか、はい、スタイル作るのも下手くそだった時代絶対あるじゃないですか、はい、その時っては、発信してました？発信はしてました。やっぱしてたんだ、はい、そうですよね。そこからやっぱ発信していくことで上手になっていって、はい、集客につながったって感じですか？もうあれですね、
下手でもハイライトとかやって見えなくてももうつまんでなんとか見えるようにしてこうハイライト部分をね本当にお客さんには本当1時間ぐらい多分撮ったこともあります。もうすいませんって言ってお客さんつまみハイライトつまみハイライト自分は撮られちゃいますねつまみブラザーみたいないただいて、はい、あ、そうなんだ。やっぱなんかその写真っていうのに関して結構そういうこだわりを持ってやって、はい、まあ、発信頑張ってやってきたってことですよね。はい、ちなみに今そのアシスタントで集客されてるじゃないですか、はいはい、そのお客さんはアシスタントだと思って来てるんですか。一応アシスタントとは伝えてはないんですけど、そのカットお願いしますとか言われた場合は、うん、まだ自分カットまで行ってないので、あの他のお店で切っていただくかという形にして、自分はもうデザインカラーだけをやるようにしてます。うん、そうですね。だからもうアシスタントとかスタイリストとかあんま関係、発信する上で別に言う必要ないですもんね。うん、そうですね。そういうことか。すごいっすね。で、お隣、木村さん、はい、木村さん唯一ね、僕面識があったというか、はい、そうですね、もうなんか昔からすごい変な人だなと思ったんですけど、で木村さんに関しては本当に美容師さん、他の美容師さんと多分360度まで行かないにしても270度ぐらいは考え方がちょっと違うと思うんですけど、今阿部さんと同い年ですよね。23歳、はい、あ、そうです。3歳4歳の世代で、ブログなどでブランディングをされてると、はい、でブログとかでもう月収を100万円を超えちゃったっていうすごすぎる。どういうことですか。もう全員わかんないですけどどういうことですか。どういうこと。いや、まあ、ブログで単純に広告収入とかもあるんですけど、はい、その中で僕サロンワークあんまりメインでやってなくて、はいはい、どっちかというとブログを強みにしてるんですね。うんうん、ブログで美容師だからできる発信をしてまして、うんうん、でその中で集客だからこそ言いづらいこととかを結構ぶっちゃけてるんですね。あ、なので注目されやすくて信頼されやすい、うんうんうん、本当のことを言ってくれる人みたいなブランディングができるの でそこで信頼を得た状態で僕は本当に愛用してる商品だけをおすすめしてますっていうので数少ない商品だけを紹介してるんですよ。なるほどなるほど。ってなった結果、あ、じゃあこれは本当にいいものなのかもしれないっていうので買ってもらえる、うん、じゃあブログで、商品を紹介して、はい、そこのバックもありつつそこでも集客ができて美容師としても活動してるっていう感じですね。はい、あとはそのブログのノウハウを販売したりとか美容室のオーナーさんとかにもコンサルティングとかしてて、へー、あ、ホームページ作ったりとかもしてて、それって何歳ぐらいの方に。あ、何歳なんですかね。もう分かんないけど、まあ、もちろん年上ですよね。まあ、もちろんそうです、そうです。すごいっすね。そういう、ね、勝ち方っていうか稼ぎ方あるんだなっていうのは結構僕も驚きだったんですけど、まあね、今本当に美容師っていう技術だけじゃなくて、まあ、いろんなところで発信力を発揮して、まあ、実力つけてる皆さんだと思うんですけど、まあ、みんな共通してるなって僕思ったのがなんかこうパブリック発信っていうか、お客様、僕のお客様ってこういう人になってほしいなっていう人に向けて発信してるじゃないですか。それでもうしっかり数字っていうかフォロワーとか PV 数稼い でその影響力が最終的にこういうヘアキャンプに出てるっていう、なんか業界内の影響力につながってるっていうのがめちゃくちゃ羨ましくて僕普通に嫉妬してるんですけど僕もともと業界内発信が好きだったんですよ。なんかカットの角度とかこういう切り方をしたらいい感じで切れますよっていう業界内発信をインスタとかで知ったんですけど、やっぱそもそも美容師の人数って日本全国に比べてもめっちゃ少ないから、うん、そこだけで数字をフォロワーを伸ばすっていうのが、まあ、うん、ほぼほぼ不可能だっていうのに気づいたんで、まあ、本当に皆さんのねこのやり方というか最初にマスを取って最終的にこう業界内で影響力発揮していくっていうのはめちゃくちゃいいなと思って、まあ、普通に嫉妬してるんですけどまあなんとなくね皆さんのやってることが分かったところで一つ目のキーテーマいってみましょう。一つ目のキーテーマが新世代と感じる旧世代ということで、まあね、今の新世代の皆さんが、まあ、今までの業界の当たり前とか、今までの業界を作ってきた人だったりとか、そういったところをどう感じているのかっていうのを、まあ、紐解いて、いければなと思ってるんですけど、まあまあ多分皆さんもう若くして実力つけちゃってるんでぶっちゃけで答えてもらいたいんですけどぶっちゃけ阿部さん先輩を尊敬してますか。いや
もちろんしてます。もちろんしてます。先輩見てる。先輩見てる。尊敬させて尊敬してます。むしろなんかアビルさんって、はい、なんかこう同世代の方々にちょっとなんかこう不満を感じてるみたいな。同世代っていう、あ、同世代もそうですけど、やっぱ下の世代だったりとかにも、うん、まあ、思うこと、まあ、自分自身が、まあ、今アシスタント時代に思ってたことなんですけど、やっぱりまあ今売れてる先輩たちとか、まあ、その社長だったりとかって、まあ、昔の厳しい時代を生き抜いてきてる人たちばっかりだと思うんで、なんかそういう育てられ方をしてない自分っていうのが、まあ、自分自身結構やばいなっていうか、うん、その逆に危機感、まあ、その同じ育てられ方じゃなくて、まあ、僕たちのみたいな、まあ、ゆとりの育てられ方っていうのがなんかすごい不安だったんで、なんかそういうところを、まあ、なんか、まあ、うまい感じに今は僕は伝えてもらってるんですけど、やっぱり同じ世代だったりとか下の世代に行くにつれて、なんかだんだん育てられ方っていうのもなんかあんまり確立されてないというか、うんうん、売れてる人の育てられ方っていうのがあまり今は決まってないと思うので、なんかそれをなんか本当に今自分自身も含めて、なんか下の世代にはなんかもっともっと伝えていきたいなとは思います。なるほど、素晴らしい回答ですね。多分あの僕阿弥陀さんと小林さんはなんかこう似た感覚を持ってるんじゃないかと思ってて、おそらく小林さんも多分 そういう感じですよね。今、まあ、師匠がいらっしゃるっていうのもそうだと思うんですけど、はい、そうですね、自分の場合はもう西村さんっていう絶対的な師匠がいるんで、うん、そのまずはそこをめがけてとりあえずできることを注いでやっていくっていう感じにはなりますね、うん、もうめちゃめちゃ尊敬はしてます。身近になんかそういう なんていう信じれる人がいるっていうのはまあもちろんそうですよね、はい、木村さんどうですか。いや、まあ、まちまちですよやっぱり。まちまち、まあそうですよね。尊敬してるかどうかっていう感じじゃないですか、うんうん、尊敬するかしないかにも先輩後輩関係ないと思うんですよ、はいはいはい、年齢関係なしに尊敬できる人は尊敬できる人だし、うんうん、尊敬できない人は尊敬できない人だし、うん、なので別にそこは別に仕方ないかなっていうのはあります、うん、逆に木村さんがなんかこう尊敬できるなって思う美容師の先輩ってどういうことをやってるっていうか、どういうなんか発信の仕方だったりとか、はい、どういう人物像が多いですか。人物像でいうと具体例を挙げると、やっぱり僕が専属で弟子入りさせていただいた今株式会社3の代表の寺村さんなんですけど、うんうん、そうですよね。やっぱ共通してる部分っていうのがあって、常に変化してるし常に成長していこうとしてるんですよね、はい、なんか追いつこうとしても追いつけないような人が多くて、そんな背中を見て魅力を感じて僕も頑張ろうって思えるような、うん、そういう方がやっぱ多いですね。なるほど。じゃあ逆に尊敬できない人っていうのはなんかこう止まっちゃってるっていうか、止まっちゃってる人ですね。あ、そうですよね。止まってるの見ると辛くなりますね。辛くでもそういう意味ではお二人の阿部さんと小林さんの先輩も、まあ、止まってないっていうか、そうですね、ところですよね、うん。逆に今こんな後輩いたら僕怖いです。確かにこんな後輩いたらね。でもなんかそれって若いからこそなんか成長スピードが速いっていうのは当たり前じゃないですか。学ぶこといっぱいあって、これからね目標もまだ明確に達成できてる人は少ないでしょうし、なんかぐわーって上り調子が分かるじゃないですか。その対して先輩とかってもう大体目標達成してるものもあるだろうし、なんかこう成長速度がこう緩やかになってきてると思うんですよ。そこをなんか越したろうみたいな反骨精神みたいなのないんですか。は、僕は、3度あの会社的にやっぱチームサロンなんで、やっぱ先輩は、まあ、常に越したいっていう思いはあるんですけど、なんかでも先輩はもう常に先輩であり続けるというか、うん、常に上のステージを、まあ、行ってくれる人が、まあ、すごい先輩にたくさんいるんで、うんうん、なんかまあ、もちろん、まあ、越してやるとかそういう思いはあるんですけど、もちろん尊敬してるっていうところがあるんで、なんか、うん、反骨精神っていうよりかは本当に追いついて追い越してっていう思いはすごいたくさんありますけど、うん、じゃあなんかあれなんですかね、あの尊敬できるポイントをしっかり探せてるっていうか、はい、なんかそういう感じなんですかね、はい、だって実際阿弥陀さんの方が勝ってるところもあるわけじゃないですか。
いや、そんなことないと思うんですけど、まあね、まあそれ言いづらいかもしれないさっきでもなんか裏でなんか、やめてください大丈夫ですか、怖いですね。でも小林さん的にはどうですか、あの、まあ、あの、阿比利さんの場合は会社全体に先輩がいっぱいいるっていう立場ですけど、はい、小林さんは多分もう師匠一人なわけじゃないですか、はい、で、おそらくこう巣立つっていうタイミングも絶対来ると思うんですけど、なんかそのタイミングをなんかこう尊敬できなくなったから巣立つっていうんじゃなくて、尊敬してるけど自分で一人でやりたいっていうところをまあ目指してると思うんですけど、はい、なんか先輩はもうずっと尊敬できそうだなって思います。いや、もう西村さんはもう尊敬しか、本当にこれはガチなやつで尊敬しかないやつですね、はい。それはなんかこう具体的にどういうところなんですか。具体的にはなんかもう技術がもうすごいのはもちろんなんですけど、なんだろう、今まで出会ってきた先輩方とちょっと違って、はい、なんか教えるっていうよりはなんか何もあまり言われないですよ。あ、そうなんですか。でも自分がひたすら聞きに行って、うん、本当にダメなとこだけ、うん、ここは気をつけてだけ言われて、それ以外何も言われないんで、はい、なんか逆になんかこっちから聞かないと何も聞けないんで、もう聞いて聞いてで、じゃあもう圧倒的にこう技術としてすごいものを持ってて背中を追いかけてるって感じなんですね、はいはい、もうそうですね。じゃあ自分ももちろんフリーランスになって、はい、アシスタントから巣立った時に、はい、多分後輩とかアシスタントつけると思うんですけど、はい、多分教育スタイルってやっぱそのままいきそうなんですか、うん、そうですね。なんか本当に否定だけはしたくないなってずっと思ってて、それも西村さんから教わったことなんですけど、うん、もう否定されるってなんか人としてなんかそこで結構止まっちゃうというか、うんうん、あ、なんかやっぱこれダメなんだって思っちゃうじゃないですか、うんうん、でもそういうのが全く西村さんないんで、もう一回やってみればとか、うんうん、そういうふうに自由にやらせてもらえるんで、はいはい、そういうふうには下の子にもしてあげたいなっていうふうに思ってます、うんうん、なるほどなるほど。なんかあれですよね、結局もちろん人間関係を構築する上で敬意を払ったりとか、先輩を先輩としてしっかりこう扱うっていうか、すっげえ大事だなと思うんですけど、おそらくあの自然にやってると思うんですけど、はい、裏ではしっかり数値化してるっていうか、あの、うん、この先輩にはこういうところが僕は勝ってるからこういう戦略でいこうみたいなのをおそらくされてないとあの勝てないし、こんなフォロワーとかあの集められないと思うんで、うん、おそらく自然にやってるとしてもやってると思うんですよ、はい。だからなんかその冷静な先輩との差を数値化するみたいなところってすごく大事だなって思うんですけど、まあなんかこういわゆる 逆算ですよね。ここの、うん、ここのターゲットはまだ誰も先輩やってないし、うんうん、勝てるところがあるなみたいな、その逆算力みたいのがとてもとても大事になってくると思うんですけど、はい、多分僕はそこに関して言うとお二人もしかしたら自然にやってると思うんですけど、木村さんは多分めちゃくそ逆算してると思うんですよもうあの数値化の鬼みたいな感じだと思うんですけど木村さん的になんかこう ここの業界の悪しき部分っていうか、はい、ここ変わった方がいいんじゃないみたいな、だから僕はこういう目標があって、はい、こういう逆算をしますみたいなのがあったりします、はい、いやめちゃくちゃ言いたいことが一つあるやっぱりずっとここに決めててずっとここにあって、はい、バッサリ